おかえりなさい博士。ずっと待って。お、すみません、人違いでした。私はフレット、一流の教育アンドロイドです。今はエドと呼ばれています。どうしてフレを取るのか私には理解できませんが、おっと私の役目はチームファイトタクティクスイズモ&ガジェットをご紹介することです。とんでもない実験や魔法が大暴れする世界で革新的な技術で、ちょっと待った、これってもしかして新システムのオーグメントじゃないですか。今回あなたは試合中に何度かオーグメントを選ぶことになります。オーグメントはプレイヤーにバフを与えるもので、スタックできて効果は永続、その影響は絶大です。戦闘力を上げたり、ゴールドを増やしたり、ショップを改造したり、あなたの頭で思いつくものなら何でもできるでしょう。サイバネティックインプラントはアイテムを装備したユニットに体力と攻撃力を付与します。ポータブルフォージでは3つのアーティファクトから好きなものを選べます。どれもあのオーンのお手製ですよ。ゴールデンチケットはショップをリロールするごとに一定の確率で無料のリロールを獲得できます。中には特定のオリジンやクラスにボーナスを与えるものもありますよ。というわけで次はスクラップチャンピオンはとってもやりくり上手。戦闘が始まるといくつかの素材アイテムを戦闘の間だけ合成後のものに変換できます。さらに自分のチームが装備中のアイテムの数だけシールドを得られるので素材も無駄になりません。とってもエコなチャンピオンたちですね。裏社会の支配者シンジケートは闇の中で栄え、数で敵を凌駕します。ああ、数学なら私も得意ですよ。多く集まるほど多くの味方が闇に包まれ、オムニバンプ、物理防御、魔法防御を獲得します。スタイリッシュでおしゃれさんなソーシャライトは戦場をスポットライトで照らします。スポットライトを浴びた味方は臆病な芋虫から社交的な少女に大変身。ソーシャライトが多いほどステータスが増加します。インペリアルだって負けてはいません。戦いの傷も彼らにとっては名誉の勲章です。直前のラウンドで最もダメージを与えたインペリアルがタイラントとなり、大量の追加ダメージを獲得します。半分機械半分何かでできたケミテックチャンピオンたちは超合薬で自然の法則をねじ曲げ、体力低下時にダメージ軽減、攻撃速度増加、体力自動回復といったバフを得ます。次はクラスの紹介です。説明が上手だとスラスラ進みますね。一部のクラスはチーム全体を強化可能で、アルカニストはスキルパワー、ブルーザーは体力、スカラーはマナ自動回復を付与します。ボディーガードは自身の物理防御を増加させますが、さらに戦闘が始まると隣接する敵を挑発して近くのキャリーを守る壁となるのです。チャレンジャーは攻撃速度を増加させて敵を瞬時に倒します。ヒルまたはアシストで次の対象へダッシュして攻撃速度の増加量が倍に。イノベーターは戦闘ごとにロボットを作って戦います。数が多いほど強力なロボが作れますよ。素晴らしい技術力といっても博士ほどじゃありませんが。そして最後にコロッサス、いやコロッソス、コロッススでした。あとにかくコロッサスは大きくて強くて行動妨害を受けません。2体いればあらゆるダメージを軽減できます。1体で2体分のスロットを使うのがたまに傷ですが、起きたら仕方ないですよね。いろいろ教えましたが、あなた筋が良さそうですね。ご褒美としてさらに授業をしてあげます。学ぶべきことはまだたくさんありますが、特徴的なチャンピオンを紹介して終わりましょう。ジェイスはトランスフォーマー、
彼は見かけ以上の人物ですよ。前衛と後衛、配置場所によって違う形態に変化します。アイサは敵から最も遠いマスへダッシュして敵全体に向けてミサイルを発射します。ラウンド中に行った通常攻撃の分だけミサイルの数が増えますよ。アカリは最も多くの敵を巻き込むようにダッシュしてダメージを与え短時間マークします。マークした敵の体力が低くなるとその敵に向かってダッシュしてとどめを刺し通過した他の敵にもダメージを与えます。ジンクスはスーパーメガデスロケットに乗って空を飛びます。そしてドカーン、敵陣ど真ん中に飛び込んで敵全体に魔法ダメージを与えます。着弾地点に近いほどダメージも増加しますよ。青、最後に一つだけ、ギズモ&ガジェットとともにダブルアップというフレンドとタッグを組んで他の3組と対戦できる新しいモードが登場します。2人で体力を共有し協力しながら最高のタッグを目指しましょう。そう、私と博士のように。授業は以上です。この数分であなたの知識は 0.0005% 増加しました。残りの人生と比べればあっという間でしたよね。この知識をどう生かすか楽しみですね。さて、これで私も役目を果たせました。博士が帰ってきたらたくさん褒めてもらえるぞ。きっといつか。